仕事を辞めると早々にボケていく老人が非常に多くなった。この理由はいろいろあるが、私は一つは運動をしないこと、もう一つは食生活と言いたいところだが、まあ今の日本では貧乏になったが食うもんはある。だからこれは運動がしないことによって老化が早まっている。もう一つ、頭や気や心を使わないことで頭の老化が始まっている。皆さん、街歩いて老人を見てみよう。10年前よりはるかに多くなった。バスの中でもはるかに多くなった。みんな頭やられている、目つきをしている。みんな杖をついたり、背中が90度に曲がったり、腰が曲がったり、よた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 している。10年前と今を比べたらものすごく増えてる。これもうあと10年経ったらもっともっと増える。なんやかんや言いながら、私なんか体使おう、頭使おう、心も気も使う。90歳近くなってもまだ車の運転もやれるし、武道もやれるし、ダンスもやれるし、絵も描ける、書も描ける、漢詩も作れる。その他いろんな雑用全部、難しいことは私がやるぐらいにやれる。60過ぎて心筋梗塞をやり、バイパス手術をやって障害者になっている。5年ほど前に肺がんもやっている。椎間板ヘルニアもやっている。睡眠時無呼吸もやってる。けど、私の動き、頭の動き、心の動き、体の動き、やっていること、90近い、それではない。60代、顔でも60代ぐらい、動きも60代ぐらい。いや、もっと、武道なんかやってる時はもっと若い。やはり運動習慣があるからだと思っている。この運動習慣、もう一度言いたいが、体だけじゃない、頭の方の運動習慣がなかったらいかん。頭や心や気の、だから頭と、まあ頭と体いうことにしようかな。頭と体の運動習慣がないものは早々に老いる。街歩いてああいう老人になりたくなければ、ああいう老人にならないようにせんといかん。ところが今の老人、やる気がない。高槻に公民館に稲穂会という老人の集まりがある。
13公民館あって、だいたい平均50人強。650人ぐらいの老人の会がある。650人のうち男が5分の1、女が5分の4である。何やかや言うて、女の方が活動している。男はあかん。仕事辞めたらあかん。体制あかん。女と比べたら、この数が示すようにあかん。まあ男でも女でもまだ60代というのに、もう90ぐらいの顔つきで体つきでというのもおる。とにかく頭と体の運動習慣を、頭を使うという運動、これ運動やな、体を使うという運動、これも運動、それから食事。まあ食事は何やかや言うてある。食事は何やかや言うてないですか。まだ日本で飢え死にしたというような話は聞いたことない。何やかや言うてある。だからやっぱり頭と心を使わないというのが、この老人がどんどん増えていく。こんなこと言うたら厳しいが、よさよさ老人が生きていたら若い者に迷惑がかかる。日本という社会に迷惑がかかる。だから、よさよさ老人にならないようにやらんといかんけれども、まあ、個人個人は、意志が弱い。しんどいことはやらない。金儲けにならないことはやらない。サラリーマンなんか、働いているとき金が入ってくる。これが当たり前。仕事がなくなったら、金が入ってこないから働かない。のかなと思ってる。まあ、これますます老人が増えて、ますます国は貧乏になっていく。若い人たちはいずれ言う、老人を、役に立たん老人を早く死んでくれ、俺たちはかなわんという時代が来る。